のです。突然ですが皆さん、AI って聞いたことありますかまたの名を人工知能昨今の世界においていろいろな場面において出てくる言葉だと思います AI を使ったことがあると感じている人は少ないと思いますが意外と身近なところに隠れているんです例えばスマートフォンのカメラ機能や SNS のチャットボットなどがそうです 皆さんも使ったことがあると思います前回に引き続きそんな AI の中でも画像認識 AI のついてのお話です前回の記事、動画をまだ見ていらっしゃない方はぜひそちらを見てからお越しください今回説明している画像認識 AI という AI はほんの少しプログラミングの知識があれば 簡単にできてしまう代物なんです一度自分の手で AI を作って僕、私は AI を作ったことがあるんだと言ってみませんか前回では画像の日課日画像、式位について説明しました前回の最後で言った通り今回はいよいよコードを書いていきます もちろん環境構築からサポートしていくので心配はご無用ですそれでは早速環境構築から始めてまいりましょう大前提としてパソコンで作成することとしていますスマートフォンではできない可能性があるのでご了承くださいまず画像認識 AI を作成する上で使用する言語のインストールです Python といいう言語を使っていきますそのため Python で検索しホームページから Python2 ではなく Python3 を自分の OS にあったパッケージをダウンロードしてインストールしてください次にターミナルあるいは端末 PowerShell といったアプリケーションを開きますそこで WindowsOS の方は Python MacOS の方は Python3 と入力して Enter を押してください Python のバージョン 3.xxx が表示され左端に大なり記号3つが表示されれば正しくインストールされている証拠です確認ができたら Exit と入力して Python を終了してください それでは、インストールができたところで、ファイルを作ってコードを書いていきます。まず、適当な場所にフォルダまたはディレクトリを作成してください。さて、ここで必要になるのがテキストエディタです。メモ帳などでも代用できますが、コードを書くのに適したものがあるので、それをインストールしましょう。今回は VS コードを使います。 VS コードと検索し、自分の OS にあったパッケージでダウンロードしてインストールしてください。それができたら、先ほど作成したフォルダまたはディレクトリの中に、detectimage.py という名前のファイルを作成してください。これでコードが書けるようになりました。まずは Python の体験ということで、 プリントハローワールドと1行目に入力してみてくださいそれを保存して再びターミナルに移動しますターミナルで先ほど作成したフォルダまたはディレクトリまで cd change directory というコマンドを使って移動していきます cd フォルダ名またはディレクトリ名と入力することですぐ隣のフォルダ ままたディレクトリに移動すすることができます先ほど作成したフォルダまたはディレクトリまで移動してきたら WindowsOS の方は Python DetectImage.py と入力 MacOS の方は Python3 DetectImage.py と入力し Enter を押してください先ほど入力した Hello World が出力されていれば成功です このようにすることで、ファイルの中のコードを実行することができます。さて、今回は環境構築とお試しのハローワールドをやってみました。これで下準備はほとんどできましたので、次回こそ画像認識 AI を作るためのコードを書いていきます。最後に、もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録といいねをお願いいたします。それではありがとうございました。 oh okay.